団長のもとチームジャパン一丸となって持てる力を遺憾なく発揮して全力で頑張ってまいりますので、皆様方のご支援そしてご声援よろしくお願い申し上げます。今までの練習の成果を遺憾なく発揮をして、そして多くの日本人の夢や希望やそして声援を力に変えて大きな結果を出していただくように期待したいと思います。どうか皆さん頑張ってください。応援しています。頑張ってください。素晴らしい炎が今メラメラとこの高輪で燃え上がったということでございます。選手団は一丸となって一つのメダル、たくさんのメダルを全員が目指します。そして苦しみは全員が分かち合いながらしっかりとサポートしていくことができる、そんなチームワークをしっかりとやっていきたいというふうに思っております。私たち選手団がソチオリンピックでも、一丸となってたくさんメダルが取れるように精一杯頑張っていきたいと思ってますので、皆さんたくさん応援してください。せーの、日本このソチの熱い思いを次のリオへ、そしてリオからピョンチャン、そして東京とつながっていけるような、そういうまず最初の、私はオリンピックの大事なスタートではないかなというふうに思っております。残念ながら政治上関係の競技が2大会メダルを取っていないということですけれども、必ずメダルを取りにかかりたいというふうに思っております。僕自身が、試合でメダルを取れるぐらいまで調子を上げて、そして、できれば一番輝いたメダルを取ってですね、皆さんに勢いをつけていきたいなと、そう思ってます。みんなで心を一つにして力を合わせて頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。開会式では思いっきり、旗を振りますので、それに続けと言わんばかりに、日の丸の国旗が多く一つでも多く掲げられるよう、私も、自分自身も頑張りますし、選手団のためにも何かできることがあれば力を尽くしたいなというふうに思っています。